皆さんこんにちは。シトロエンつねみのゆうことです。以前の動画ではシトロエンのですねファイナンスの、ご説明をさせていただいたんですけども、今回はですねファイナンスではなくシトロエンのですねブランド保険、任意保険ですね、こちらのですね、ご説明をさせていただければと思います。今なかなかブランド保険ないそれと思った方いらっしゃるかもしれません。ぜひですねこの動画を見てですね、これからご購入される方ももちろん加入できますけども、うん、今シトロエンに乗ってる方もこちらのブランド保険は、適用されますので、ぜひ、お得になる情報かなと思いますので、うん、本日はよろしくお願いいたします。はい、ではですねまずこちらのブランド保険加入できる、対象の方はですね、こちらのもう書いてあるんですけども、プジョー、シトロエン、DS に、載っているですねユーザーの方と、これからご購入される方に適用されるものとなっておりまして、で損害保険、損保ジャパンさんですねと三井住友海上さんの2店舗、2つの会社の任意保険じゃないとこちら加入できないんですけども、あとはですね、正規ディーラー、シトロエンだったりプジョー、DS の正規ディーラーの加盟店ではないと、こちらの保険は、適用されないということになっております。でですね、内容といたしまして、こちらですね、この後お読みいただく、読ませていただくんですけども、まず1番、ガラスの保証というところになると思うんですけども、よくあるのが飛び石ですね、フロントガラス、リアガラス、サイドガラスもですねこちら損害を保証しますというところになっております。で丸2、タイヤの保証です。タイヤと、こちらですねパンクであったりタイヤ1本への単独損害を保証しますということになっております。3、ボディの保証というところになっております。落書き、されることはあまりないと思うんですけども、落書きであったりボディへの損害をですね保証しますという保証が3つ目です。そして4つ目、ドアミラーの保証と、ここもですねよく擦ってしまったとか、そういう衝撃であったり相当接触あるかなと思います。こちらもですね損害保証するというプランになっております。そして5つ目、キーの保証、鍵ですね、鍵の保証です。破損であったり盗難紛失によるですね付属キーへの損害保証しますというプラン、5つのもう PSA オリジナル保証プラスというところになっております。ただですねこちら気をつけていただきたいのはですね、1から4、サービスの限度額ですね、ガラス保証、タイヤ保証、ボディ保証、ドアミラー保証はですね4万5000円までというところで、ただ保証限度額が5万円で自己負担額が5000円となっております。で5万のキー保証なんですけども、サービスの限度額が2万7000円となっております。で保証限度額が3万円となっておりまして、自己負担額が3000円となっております。ただですね、せっかくブランドシトロエン、プジョー、DS 乗っているのであれば、間違いなく加入できること、加入することがお得になってくるかなと。もちろん今ですね、加入している任意保険のつながりもあるかと思いますけども、そこですね一歩前に出ていただいて、こちらの保険に入っていただければ、より安心してお車を乗っていただけるのではないかなと思います。今回の2つの動画続けてですね、ファイナンスと自動車保険というところのご説明になりましたけども、以前もお話ししたように、今後はですね補助金であったり、そのようなご説明をさせていただければなと。お車以外のところもですね詳しく皆様に知っていただければなと思いますので、ですねぜひチャンネル登録とですねいいね、グッドボタンですかね、押していただければ、私も喜びます。皆さんも喜んでグッドしていただければいいかなと。お互いウィンウィンで今後もやっていければなと思っておりますので、次の動画も楽しみにしていただければと思います。ではまた。